あらみなさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイを使うなら Yahoo ミアム会員が断然お得。そしてお得なのは PayPay ペイペイだけじゃないということで、今回はよく耳にする Yahoo ミアム会員なんですけども、それが結構ですね、お得ですよということについてお伝えしていこうと思います。 まずこの Yahoo ミアム会員なんですけども、通常、まあ税抜きで月額462円で Yahoo の様々なサービスを受けることができます。そしてお使いのスマートフォンがソフトバンク、もしくは Y モバイルのユーザーの方であれば、無料で使い放題となっています。 ま、ご存知の方も多いと思うんですが、現在のワクワクペイペイなどのキャンペーンと比較をすると、通常のペイペイユーザーの方の場合と、ヤフープレミアム会員の方の場合っていうのは、還元っていうのが10%も変わってくるんですよね。まあ、そして下の方を見てもらったら分かるように、付与上限も通常のペイペイユーザーでしたら最大1000円までなんですけども、ま、ソフトバンク、ワインモバイル、そしてヤフープレミアム会員でしたら、最大2000円相当までが戻ってくるということになっています。 そして、極めつけは、ペイペイチャンスの当選確率が、通常だと20回に1回しか当たらないんですけども、まあ、なんと、ソフトバンク、Y モバイルのスマホユーザー、そして、ヤフープレミアム会員の方の場合は、なんと10回に1回の確率で当たるようになります。まあ、5000円未満の決済で、最大1000円相当しか戻ってこないんですけども、これはこれでめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、僕も実際に何度か当たったこともあるので、この当選確率が上がるっていうのは、ちょっと使っててもやっぱ嬉しいですね。しかも、ワクワクします。 他にも Yahoo ミアム会員のサービスというのをまあ見ていこうと思うんですけども、例えば Yahoo ッピングでの毎日のお買い物っていうのが5倍ということで、まあ通常1倍しかポイントがつかないんですけども、Yahoo ミアム会員になるとその4倍も加えて合計で5倍のポイントが普通のお買い物をしてもらうことができます。あとは、 雑誌が110種類以上、そして漫画が1万3000冊以上が読み放題っていうのもあります。まあ男性とか女性のファッション誌、そしてスポーツ、アウトドア雑誌とかですね、生活関連、趣味などの雑誌もあったり、まあ結構ジャンルはあったりとかもするので、まあそして漫画もあるので、まあまあ、時間を潰すにはちょうどいいのかなというふうに思います。 で、これ個人的に嬉しいのは、このパリーグライブっていうのが見放題というところですね。まあ見れる試合っていうのはパリーグの公式戦の全試合であったりとか、あとパリーグ主催の交流戦、パリーグのクライマックスシリーズ、あとは一部のファーム戦ということですね。なのでまあ野球ですとかパリーグ好きならもうこれは本当におすすめですね。まあせっかくなんで残りもざっと紹介すると、まあ結構あるんですが、ヤフオクの落札システムの利用料がお得でしたり、あとバスケットボールのライブも見れたりですとか、 あと、ロハコのお買い物も、まあ、ポイントがついて、まあ、5倍など、まあ、かなりのサービスがあります。ちなみに僕はソフトバンクユーザーなので、まあ、このサービスは使い放題なんですが、全部は全然使い切れてないんですよね。まあ、全部使わなくても使える範囲がかなり広範囲なので、まあ、ご自身に合ったものを使ってみるのもいいと思います。ということで、今回は PayPay ペペを使うなら Yahoo ミアム会員がお得ということと、そして Yaho レミアム会員だとかなりお得な特典が満載ですよということをお伝えさせていただきます。 いただきました。ぜひですね、現在 PayPay を使う頻度が多いという方がいらっしゃれば、Yahoo! プレミアム会員も検討するのもいいと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。